ごしようか、この辺にしようか。うん、ね、疲れた。みなさんこんにちは、チャラメルちゃんです。今日はキャンプをしむし前来た時マスボックリがめちゃめちゃいっぱいあったんですけどね。だいぶ結構ありましたよ。あ、ほんまですか。結構ちょっといっぱい、あ、はい、結構拾われた気がする。一人で使うにはちょっと、夏はなんか風が入んないから、あ、結構地獄らしいですね、これ。そう、あ、全部入ってない。あんだけ投げて全部入ってないやんか。あ、まだまだ地獄みたいね。はい、みんな向こう行きましょう。はい。ありがとうございます。いえいえ、これ、あとこれあのワインお好きで、ちょっと僕ワイン全然わかんないんですけど、あ、大阪のちょっと地元のワインらしいんで、ありがとうございます。あとこれちょっとねコップと、でまたこのこれも美味しいケーキ。すいません。ありがとうございます。おやつもらったよ。ありがとう。さっきのカラカラ見たい？見たい。じゃじゃんけんで勝ったらね。じゃんけんぷ、ハードル高いね。最初はグー。じゃんけん、何それ、それ何、グー、まだアイコやまだアイコでしょ。僕ちょっと大丈夫ですよ。あ、まあちょっとほんじゃん、顔は大丈夫です。それやったら全然 OK、 大丈夫です。はい、脱いでもいい。あ、いいよ、脱いでいいよ、暑いんで。早っ、なんかカジすごい食べてない？なんかカイちゃん、一個ちょうだいよ。分けてあげて。やだ。だってそれ父ちゃんのじゃもん、本当は。来ていただいて、はい、父ちゃん来て。今ね、お料理しようの見よったんよ。いつもね、動画で見させて、なんかもう、はい、見させてもらってるんで、はい、すごいなんかドキドキして。あの子ですか。はい、ね、初めての、はい、初めてキャンプされた動画。あ、二人でですか。はいはい、あのワンタッチテントを、あ、はいはいはい、なんかやったやつですね。はいはいはい、あれなんか壊れたんですよね。あれすぐ壊れたんですよ。あの動画の日の夜中にもう雨が染み込んじゃってて。え、あ、そうなんですか。そうなんですよ、あの防水じゃなかったんですよね。僕
水じゃないっていうのがあるんですよ、ね、そうなんですよ、ね、その京都の朝日キャンプ場ってなんか関西で有名なキャンプ場あるんですけど、はいはい、もう本当にもうキャンプのキャンパーの人たちが集まるとこなんですけど、はいはい、まあ、そこ行ったらこればっかりなんですよ。自分の方がどれかわからんぐらい、本当に冗談抜きで、そうなんですか、それぐらいなんですよ。今日あの焼き鳥焼こうと思って、あ、はい、その山賊の山だれってやつと、はい、あとなんだっけ、クルーズのスパイスっていう、あ、僕も使ってますよ。使ってます。はい。その両方一応持ってきたんですよね。クルーズのスパイス確かに美味しかったですね、あれ。うまい。ああ、いただきます。もう袋で大きい袋で、ああ、買って、あの、買ってるんですよ。早いけど飲ませてもらってもいいですか。ああ、ワインがこう聞いて聞いてる、ね、はい。僕もあの昔ビールばっかりだったんですけど、はい、なんか飲む量考えたらワインの方が安いなと思って。結構子供さんとキャンプ行きます。この子とね、二、はい、人で来たのは今回初めてなんですよ。あ、そうなんですか。はい、本当はまあ一人で行こうかなと思ったんですけど、はい、まあ来ていただけるってことでもで、お子さんも来ていただけるってことなんで、はい、じゃあ。行こうかって言ったら、はい、行きたい行きたい。ああ、本当ですか。あれですね、瀬戸内海はのんびりしてる感じですよね。ねえ、いやー、いいですね。すごい、めちゃめちゃいいですね。あ、マジですか。何よりもね、高いんですよ、もう。ああ、キャンプ場高いとこ高いですもんね。ね、高いんですよ。もう平気で5000円ぐらい取るところも、ね、そうなんですよ。お目もつぶってもらう、その内容ついてる。ももちゃんはもうだ、大丈夫だ。背中ついてないの。 お花についてるゲミしたほうが、あ、ポテトチップス食べるつもりや、うん、あ、じゃポテトチップスありがとうって言われた、ありがとう。なんか父ちゃんの椅子がないんですけど、どうじゃん。なんかおるんですよ。ちょっと座ったろ。ああ、いいよ。わ、狭い。狭い。やられた。すごい食べてた。母ちゃん、ご飯食べてる。食べれん。食べれんって言うてよ。さっき電車出たからね。ちょっと待って。これね、母ちゃん暑いけね、父ちゃんやってあげよう。母ちゃんやってあげる。やったら暑いよ。暑くない、大丈夫。大丈夫。この大きい椅子はこれ、ここで今椅子割り、これでこれぐらい暑いんだったら水着持ってくればよかったですね。ねえ、これロバタ大将ですよね。これロバタ大将ですね。どういうチームね、これありますこれいいですよね。これいいですね。お肉焼けた。お肉待って、まだじゃけんね、もうちょっとじゃけんね。まだ焼く。これのあのたこ焼きのやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれがすごい欲しいんですけどね。あ、じゃあここ焼いてみて、焼いてみて。頭に来てるんだけど、頭、頭、あ、すいません、どうもありがとうございます。いただきます。うん、美味しいです。カレー美味しいですね、やっぱり。なかなか美味しいですよね、このカレー。うん、美味しいな。あれ？え、何が見える？ちょっと見せて。なんか茶色いやつが見えるけど。え、どこ？ほら。あ、誰じゃ？茶色いやつ。なんか。美味しそうに食べようと思ったのよ、こいつ。食べようと思ったのかね。
ぱなんか一人でこうしみちみ焼くのが楽しいですね。一人でキャンプに住んで、はい、あんまり理解されないんですけど。あ、なんかあれですよね、こう周りから見るとすごい寂しい感じがするんですよね。理解全然されない。あの何するみたいな感じで言われません。そうそうそうですね。何が楽しいのって。結構でも一人でもすることあるんですよね。そう、結構もう 忙しいですよね。一人やったら、ね、全部自分でせなあかんので。そうそう、気がついたら結構夜7時8時になるんですよね。でのんびりしようと思った時にはもう9時10時ですもんね。この辺はあれなんですよ、あのこんな感じで多分今ゴールデンウィークなんでしょうけど、多分あんま変わらないんでしょうね。予約がないっていうふうに、はいはい、電話で聞いて、はいはい、これ行って入られへんってことなるのかなとか思ってきたらね、いいやって、ね、それがならないんですよ。こんなところへの、ね、その動画を見て、その、はい、まあ、あのワンタッチ初めてのキャンプの動画が何かでちょっと関連ので出てきて 見させてもらって、はい、そこでね、あの キャラメルちゃんですよね、はい、いつもその父ちゃんって呼ぶじゃないですか、はいはいはい、あれがねもうめちゃめちゃ良くて。あ、本当ですか。父ちゃんが、父ちゃんっていうんがなんか呼ばれたいじゃないですか。なんか呼ばれ、僕、まあ、パパとか、はい、上の子はお父さんって呼ぶんですけど、はい、父ちゃんってなんかこのドラマでしか聞いたことないと思って、めっちゃいいなと思って。あ、僕はあのあれなんですよ、あのクレヨンしんちゃん大好き でクレヨンしんちゃん父ちゃん母ちゃんじゃないですか、はいはいはい、で子供生まれた時にどういう呼び方をするかって話になって、で父ちゃん母ちゃんで、であの幼稚園行くのもバスで送迎してもらえるやつにしようっていう、はいはい、めっちゃいい親子やなと思って、それからね、見る多分ね、あの視聴者の人も、はい、そういう人多分すごい多いと思いますよ。そこで引かれ、その親子関係に引かれてる。あのコメントとか見てるとこれぐらいの時を思い出すっていう人も結構いるみたいだったんですね。絶対怒らないじゃないですか。なんかいい、何でもいいよってこう言ってるじゃない、言うじゃないですか。はいはいはい、あれがね、本当に見習わなあかんのなんですけど。いやいやいや、なんか何をして、なんかこれ何々していいって聞いて、いいよって絶対こう言うんで。あ怒るときは怒るんですけどね、一応。でも、うんうんうん、確かにあんまりないですね。こう感情移入しながら、まあ多分そういう人多いと思うけど。僕やったら、あ、俺やったらこれ、いやもう、いやダメって言って、言ってんなってところが、すごい、もういいよってなんか普通になんか言ってるんで。あ、子育ては難しいですよね。なんかこれでいいんかどうかが正直わかんないですもんね。家族全員でっては行かないんですか。全員はですね、行きたいんですけど、あの、はい、うちの奥さん花粉症なんですよ。ああ。で、あの、5月終わるまではちょっと勘弁してくれっていう。はい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 、僕ら子供の時って花粉症ってあんまりいなかったですよ。いました。いや、なかったですよ。なかったですよ。多分、言葉すら聞いたことない。日射病ってのはあったけど、そうなんですよ。熱中症とかなかったですよね。そうなんですよ。日射病やったんですよね。日射病ですよね。はい、それもなんかちょっと熱中症なんてなかったですよね。ですよね。で、熱射病もちょっと寝てれば治るぐらいの話だったんですもんね。はい、やっぱ違うんですかね、今の。かね。アレルギーの子もいなかった気がするし。なんて花粉症なんて本当に、なんかいつできたのっていう感じですよね。そうなんですよね。高化学スモックみたいな、なんかあったでしょ。朝礼台のところになんか旗みたいな。あれです、うちは田舎だからなかったです。あ、なかった。この辺はなかった。あの、郊外のやつですか。郊外のやつがね、高化学スモックみたいな、まあ、すごいね、チカチカするんですよ、目が。痛いってことですか。いや、痛さとかもあってもなく、なんかね、チカチカチカってね、なんかなって、もう校庭で遊んだらダメみたいな。あ、見せてあげたの？すごいよ、これ。え、なんかね、すごいの見つけたいね。こんなに、ロケーションでこんなに、撮るっていうのは、
多分あまりに普通だからと。本当に知ってるけど、いいのかなっていう。ほぼ一人決めみたいなもんじゃないですか。そうですね。もう一本行きたいでいいですか。あ、どうぞどうぞ。どんどん食べましょう。確かに大阪とかに住んでると、まあその家帰ってきて夕方5時からとかの家で過ごす時間とかも多分変わってくるでしょうね、こういう感じだと。そうですよね。まぶしいですもん。なんかもう大阪とか思ったらもう全部だけなんかグレーなんですよ、なんかなんかわからんすけど、なんかイメージがもうなんか、はい、YouTube の動画でしか見たことないですよ。あ、やっぱ実際来てみるといいもんですか。ああ、こういうところにできるとは思わなかった。ああ、良かったですよ。いや、まあそう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど。父ちゃん、戻ってきた。なんで？父ちゃん、だってほら、まだこんなに残ってる。置いとって行けばいいじゃん。明るい時に一緒に探しましょうか。探す？どっちも高そう。どうせ飲んだんですか。どうにかかかったんですか。